はい、ーお疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、かなりシビアなお話なんですけど、こちらの記事ですね。お帰りの声も神田沙也加さんの元恋人、前山、2年半ぶりメディア登場で役者復帰を絶望だということで、まあ、この前山って人が批判殺到とかして、芸能活動を休止してたんですけど、2年経って復帰しますよっていうようなね、そんなことを言い出してるわけなんです ですけどこここののの人もすすごいやとをやらかしてるわけなんんですよねこの神田さん最悪な展開で若くして亡くなられた神田沙也加さんなんですけど松田聖子さんの娘さんであったりだとか、まあ、超有名人なんですけど、まあ、この2人が喋っている内容とかが録音として出てきたりだとかしてもう神田沙也加さんが亡くなった原因はこの前山さんなんじゃねえのかというふうに言われて批判殺到して芸能活動を休止してたんですよね。まあその内容は なんですよねなのでネットで批判殺到かつですねこの神田沙也加さんの両親からは完全に拒絶されてるというような状況なんですよねそれでも復帰しようとしてるっていうことで、まあ、ネット上ではものすごい批判が上がってるんで今回その件についてね見ていこうかなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで記事の内容を見てい 行くんですけど2021年12月18日に急遽した神田沙也加さん、去年35歳の元交際相手で元俳優の前山さんが27日にインスタグラムを更新、同日発売の「週刊女性」で独占インタビューに応じたことを報告したということでこの人がねインスタで報告しているわけなんですけどまず、この急遽した神田沙也加さん、この方なぜ亡くなったのかというとこういう感じなんですよね。神田さ,やかさんの真意を警察が発表 ホテル安全管理に問題なし、実質窓から転落かということで、神田沙也加さんすごく人気もある人だったんですけど、えー、自殺を図って高層階の実質窓から転落したと見られているということで、警察の調べではそういう風な状況だったわけですね。そしてその自殺に追い込んだじゃないのかということで報道されていたのがこちらになるわけなんですよね。この人見ると神田沙也加さんが死ねと罵倒されて自殺したことを思い出して無理、音声データもあるぞということで、まあ、こ こういうい風に罵倒されていたというデータ証拠があるわけなんですよね。えこんな感じでもう記事にもなってたんですけどこれか、復帰無理でしょうねって言われてるんですけどこのやり取りがあってね、さやか氏と前山氏のやり取りで怒鳴らないで、死ねよ、もうめんどくせえなーって死ねって言わないでって死ねよ、死ねって言わないでって遮るように死ねよってやや涙声でなんで言うのって死ねよ、マジでっていうことでこんな会話の音声証拠があったわけなんですよね。死ね という言葉を4回繰り返すマイアは、さやかははっきりと涙声になってこう問いかけた、死んだらどうなるのって、マイアは、うん、別にって、何とも思わないの うん、でせいせいするって言ったら「うんお前しつこいんだもんだって」ってすすり泣きながらさやかはこう言葉をついだ「さやかは死ねって言わないで叩きなよ」ってじゃあ殺すぞとかさ死ねとか言うんだったら言うこと聞かせればいいじゃんそれでって言ったらまやましは「そんなことしないよ殴ったらだって俺悪くなるじゃん」ってそんなのこと言ったって死ねって言ったって殺すぞって言ったって同じだよっていいじゃんもう死ねばみんな喜ぶんじゃないって私が死んだらってうんなんでそんなことを言えるのみんなに嫌われてる ってことうんしばらく沈黙が続きさやかは声を絞り出す。ねえ。 涙声でねえそんななひどいいいこと言わないでお願いだからそして音声データの最後に収められていたのは「さやか大好きだってこんな人に会う人いないって言ったから付き合ってきたんだよ」って将来を見据えたはずの恋人にすがりつく言葉だったとまあ本人は言うだけだったら別に悪くないだろうみたいな感じのことを言ってるんですけど十分に自殺強さとかそういう話にもなってくるわけなんですよね。えー、人人人のののの生命は本人だけがが左右するることでできるものであり他人の自殺への関 にはその他の存在を否定してその生命の侵害するものと言えますと、なので、例えば死んでほしいなどと必要にメッセージを送って被害者本人を自殺に追い込む行為が自殺強さに当たりますと、まあ、まさに今回みたいな話ですよね、で自殺強唆罪の法定刑は6ヶ月以上7年以下の懲役または禁錮と規定されていますと。 こうした罪に問われるような話なんですよね、まあ、その音声が流出して報道されていたわけなんですよ、まあ、だからこの前山氏も批判殺到して活動を休止していたということなんですよね、まあ、そういう背景がある中で記事に戻っていくんですけどこの日前山さんは本日発売の週刊女性9月15日にてインタビュー取材をしていただきました今までのことそしてこれからのことを率直に話しましたので一読していただけましたら幸い よろしくお願いいたしますと記しインタビューカット用とおもしきフォーマルなスーツ姿の禁煙を公開いずれの写真でも前山さんはしっかりとカメラを見据え活気みなぎる力強い表情を浮かべていると、まあ、まさにこんな感じの写真が挙げられていたと「刀剣乱舞」のうぐいすまる役をはじめ「2.5次元ミュージカル」など舞台方面を中心に活躍し人気を誇っていた前山さんですが神田さんが亡くなった当時前山さんと交際していたことから 恋愛関係のもつれが死の一因ではないかという報道がなされ彼のもとに誹謗中傷が殺到と恋愛関係のもつれとかそういうレベルじゃない気がしますけどねあの証拠を見る限りはね2022年の年明けには心身不調により芸能活動を休止し同年6月に事務所を退所芸能界を引退することとなりましたともっと大事なところを報道すべきじゃねって思うんですけどそれから2年の月日が流れ前山さんは33歳の誕生日である今年に 2月7日にインスタグラムのアカウントを開設これから自分のやりたいことをやっていけたらと思いますと何らかの活動再開を示唆した上で月23回ペースの更新を続けてきましたがこうして公のメディアに姿を見せたのは活動休止以来およそ2年半ぶりとなりますと、まあ、2年半経って発信を始めるわけですねで週刊女性のインタビュー記事では神田さんとの実際の関係性や交際期間誹謗中傷に対する自身の思いなどが赤裸々に語られているほか今後 日本の芸能界で受け入れてもらえるならばと前置きした上で勇気を与えられるような役者になりたいとして芸能界復帰を望む前山さんの切実な言葉なども綴られていると、まあ、こんなことがね報道されて2年経ったぐらいで、えー、また芸能界で働きたい、えー、世の中の表舞台で仕事をしていきたいって言ってるわけなんですよね。ちょっと とこれは多くの人とのギャップがあるんじゃないのかなと思うんですけど、前山さんの意向を受け取ったファンからは、お帰りなさい、ずっと待ってた、芸能界復帰を歓迎する声が上がったほか、あの騒動の一端でも事実を知れたこと、前ちゃんの思いやこれまでのことを知れてとても嬉しいです、前山さんの観客はここにいます、表せないほどお辛い思いをされたと思います、それでも帰ってきてくれて本当にありがとうございますといった熱い激励メッセージも寄せられていると。まあ、ここで ははいい言葉ばっかりが挙げられててるるわけけなんんででですすどネットではむちゃくちゃゃく批判殺到してるんですよねバッシングが再燃する可能性も承知の上で今回のインタビューを受けたという前山さん、彼の覚悟を世間はどう受け止めるのかと、まあ、復帰するぞーっていう声に、まあ、批判の声っていうのもいっぱいあるんで、後で見ていこうと思うんですけど、まあ、こうした姿勢に対して、じゃあ神田さんのね両親はどう思ってるのかと、神田沙也加さんの両親といえば、こちら神田正樹さ,さんと、 松田聖子さんになるわけなんですけどこの2人の対応のねことを書いてる記事があるんですけどこちらの記事になってどういうふうな接し方してるかというとですね活動再開に向けて踏み出した前山だが沙也加さんの実母である松田聖子、えー、ZIP の神田正輝は多くのファンからお別れ会開催の要望を受けたものの静かに個人を忍びたいと夫婦で話し合って見送っているということで、まあ、特にお別れ会とかそう こうそういうものもやらず2人でね忍んでるわけなんですけど、まあ、前山氏としてはこの2人にせめて許してもらわないといけないっていうのが一つの筋だと思うんですけどあんなやばいこと言ってるわけだからねだって35歳ですよ娘が急に亡くなったらそれを受け入れられないよ普通前山さんは週刊女性の取材で神田さんの関係者の方からご連絡をいただくことができずお墓の場所を教えてほしいなどと語りさやかさんのマネージャーに連絡を入れても返事がない ないそうですと、まあ、活動再開に向けて筋を通そうとこの2人とかに連絡してお墓を教えてほしいとかお参りに行きたいだとかそういうのを伝えたとしてももう拒絶されてるわけなんですよね。いやそりゃそうだよねあんな音声証拠とかも出てきてきたら 両親からしたらふざけんなよって、お前の顔も声も聞きたくないわっていうのはそんな状況ですよね。で、さやかさんの事務所は聖子さんの親族が社長を務めています。前山さんと距離を置き、彼に返信をしないのは聖子さんや正樹さんの思いの表れだと思いますと、まあ復帰をしようとしてるわけなんですけど、さやかさんの両親からも拒絶されてるわけなんですよね。ここれで2年経っったたから表に出ますみいいなななそんなことよく言えるなっていう状況 なんですよね、少なくとも芸能活動をするんであれば2年半っていうのは短すぎるんじゃないのかなと元光は思います。ということでネットの意見もね見ていこうと思うんですけど2年でほとぼりが冷めると思ってるあたり反省してないなーっていうふうにね言われてたりほんとそうだよね他には誰が許したんだよっていうふうにね言われてたりだとかもう言ってるだけですよね。 周りからの声、もう拒絶とかもされてるわけだからね、相手両親から。他には、人に死ねと言って追い込んで、なのにまた役者、まともに仕事ができるとでも、自殺に追い込むって、間接殺人みたいなもの、それをよくも平気な顔してメディアに、そもそもメディアも登場させるとか、無神経すぎませんかっていうことで、ありえねえよ、表舞台なんてっていうことがね、言われてたり、他には、神田沙也加さん好きだったけど、もう帰ってこない。そうだ、神田沙也加さんのファンだとか、まあ、身内の人だとか、 本当に悲しんでる中で強さしたかのようなそんな証拠出てきてたら誰も許すわけないじゃんっていう話ですよね他にはシ念をバカやアホと同レベルの感覚で使ったのだろうが言葉に対する感受性のないやつに演技などできるのだろうか日本の役者はその程度なのかっていう風にね言われてますねいや本当そうだよね演技なんてできるわけねえだろうって正直なところこれファンであってもおかえりとかって言われてるのはちょっとおかしな話なんじゃない ないのかなと思いますけどねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元とのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました